こんにちは。清くず太くしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎貴文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、一日一元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはフランスの政治家外交官シャルル・ド・タレイランのこの言葉。激論で時間を潰したって何ら得るところはない。時間をかけて気持ちが静まるまで待つことが肝心である。会議で意見が対立して議論が紛糾し収拾がつかなくなることがあります。こうなると双方が主張を取り下げず、最後は声の大きさで張り合うという不毛な事態になってしまいます。こうなったら無理に続けず、気持ちが静まるまで待たないと建設的な話し合いにはなりません。ちょっとした間合いを入れることで感情と思考が整理されて話し合いがスムーズに進むことがあります。今日はタレイランの言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。